自分の部屋は散らかりっぱなし、頭ん中も散らかりっぱなし。空を見上げて雲を眺めて、ぼんやりギターをつまびいてみる。なかなか鳴らない携帯電話を何度も何度もチェックしてみる。何もかもが気になって、周りの目が気になって、知らず知らずに焦ってしまう。マイカって言葉は諦めるときに使うんじゃなく、マイカって言葉はモード切り替えのスイッチよ。ごちゃごちゃ言ってばかりで、傷つくことから逃げてばかりで、自分に甘く人に厳しく、そういう生き方かっこ悪いぞ。自分の中に住んでるもう一人の自分自身がそんなことを言ってくる。もういいよって言葉でサジを投げ捨てて、ふてくされて、マイカって言葉は